変な道シリーズで車を降りるなんて慣れたもんです。ここは主要地方道沼田日野江俣線、群馬県沼田市から福島県まで通じる道なんです。あ、尾瀬って書いてあります。群馬県と福島県の県境といえば尾瀬ですよね。県境ネタは赤岩渡船でやりましたよ。県境はネタの宝庫なのに。さあ先に進みましょう。あれ乗りましょうよ。一ノ瀬まで抵抗会社で行けますが乗りません。なんで？この沼田日野江俣線、なんと群馬県道1号なんです。へえ。しかもこの道福島県道1号でもあるんです。あー、赤岩渡船も83で群馬と埼玉で一緒でした。あ、さっきの車。抵抗会社だと15分ぐらいで一ノ瀬まで行けます。乗りたかったな。見てください、すごいいい天気です。そうだね。一ノ瀬休憩所が見えてきました。抵抗会社はここまでです。乗ってくればよかったじゃん。ここから先はちょっと険しくなります。これは車通れませんね。この大自然との一体感、尾瀬は日本の自然保護運動発祥の地と呼ばれているそうです。あ、あれ建物じゃないですか。この辺りだと思いますが、もう少し進んじゃいましょう。さあ、尾瀬沼に到着しました。何がどう変な道だったんですか。群馬県と福島県は17キロほど県境を接していますが、この沼田日野江俣線しか両県をつなぐ道がありません。見ての通り車は通れません。牧歌と呼ばれる人が100キロを超す荷を背負って山小屋に食料などを運んでいるんです。車が通れない道だから珍しいってことですか。それもそうですが、日本で唯一隣接しているにもかかわらず車で往来できない別の県を必ず経由しなければいけない県境なんです。それって珍しい県境なんじゃ。ぐ。さて今回は日本で唯一隣接しているのに車で通れない県境にある道でした。いかがでしたか。珍しいのが道路なのか県境なのか。この綺麗な景色を残していくために車が通る道路ができなかったっていう歴史も踏まえて尾瀬散策を楽しんでもらえたらと思います。構成でも頑張りました。今回紹介したのは群馬県道1号、福島県道1号、主要地方道沼田日野江俣線の県境部分、尾瀬という豊かな自然がゆえに車が往来できない尾瀬散策の際にはぜひ県境を探してみてください。おすすめの動画はこれっす。チャンネル登録もよろしくっす。